皆さんもチャリットです。さあ今期もついにコーナーランキングをやる時がやってまいりました。今期2020夏アニメおすすめ主題歌ランキングオープニング編やっていきたいと思います。というわけで、もう今期も終了間近てかもうほぼ終わったという感じで、大変動画のアップ遅くなって申し訳ございませんでしたというところなんですが、毎クールやっております、この恒例企画をですね、今期もやっていこうというところで、またエンディング編に関してもね、マイクルやってまして、それはまたもう明日か明後日にでも上げられたらと思ってます。ぜひね、そちらもチェックいただけます。大変嬉しいです。ということで、今回オープニング編というところですね、やっていくんですけども、皆さん今期推しのオープニングとかね、このオープニング何回もリピートしてるとか、これきっかけでもはや功績がハマったとか、きっとあるんじゃないかなと思いますね。そういったね、好きなオープニングはぜひコメントで教えていきます。大変嬉しいです。というところなんですが、これ毎クール言ってるんですけど、このランキング作るのがやっぱ一番難しいんです。いやってぶっちゃけじゃやっぱ全部いい曲じゃないまあ全部いい曲は言い過ぎかもしれないですけど、少なくとも今回紹介する2曲もめちゃくちゃいい曲しかないです。はい。で、やっぱその中でも僕は順位をなんとかつけた上で1位がね、やっぱもうすごすぎたなっていう印象を持ってます。まあその歌の良さはもちろん、オープニング映像とか、まあ先の親和性なんかもね、上評価基準には入れさせていただいてますけど、まあいかんせんやっぱね、個人的好みっていうのがそこはまあ強くはなってるかなっていうのね、まあその点ご了承いただけたらなと思います。で、これに関してはマイクール上げてまして、前期までね、ランキングに関しては概要リンクも貼っておきますんで、ぜひね、そちらも見てない方はご覧いただけますと大変嬉しいですというところなんですが、あとですね、このランキング毎回結構歌いながらね、これは私が決して歌いたいからなんていうわけではなく、皆さんがこの曲ってこういった曲かとかね、イメージしていただけ、さこういう曲だったなって思い出していただけるように、ちょっと歌をね歌いたりしながらランキング紹介するということをやってますんで、音量にだけはね、ご注意いただけたなというところでございます。というところで早速ですね、では20位から順番に紹介していきます。ではまず第20位です。第20位、西川貴教さん、一番聞かれ、ぶっちぎれ、ぶっちぎれ、オープニングですね。いや、これね、すごい勢いあって、めっちゃ好きですね。ぶっちぎれ、誰より高くへ、さあぶっちぎれ、もっと遠くまで、いやーね、このなんかもう、聞くだけで熱くなってくるような、まあ作品とも親和性も高いと思いますし、もう文字通りね、ぶっちぎ、作品もっとぶっちぎってほしかったのがあるんですけどもね、これジャケ写っていうのかな、ジャケットもね、これ西川さんじゃないのかって感じなんですけれども、いいですね、というところね。この曲もね、20位めっちゃ迷ったんですよ。今回ね、ランク外にしたけど、ピックアップしたのも10曲以上あって、その20曲以外でね。で、これほんと迷ってたんですけど、これやっぱいいなと思って、20位に入れさせていただきました。はい。では次第19位です。19位。吉木江崎さん×ブリーカークロームさん、アイキャンフライというか、ね、新テニスの王子様アンダーセブンティーワールドカップのオープニングでの再生数約25万回、で、ぶち切れ13万回ですね。というか、一応再生数もね、PV の方ですね。PV というか MV かな。の、本載せさせていただいてますけど、これね、めっちゃかっこいいんですよ。僕もね、ちょっとうまく表現ができないんですけども、これめっちゃかっこいいんで、マジでね、聞いていただけたらと思います。これすごい。映像も相まって好きなね、オープニングでございます。はい。では、第18位です。18位。シャノワール、ティン遠いメロディーという子ですね。プリマドールオープニングというところで、これ、ダーマエ、前田さんがね、ダーマエこと前田さんが、作詞作曲もね、やってくださってるというところで、ティン遠いメロディーというところで、これもね、めっちゃいい曲ですね。ブリキはきしみ、音を奏でた、花びらの舞う季節へと向かう。いや、これね、もっと余ったらもっと上だったかもしれない。でもこれめちゃくちゃいい曲だと思います。はい。それぞれね、声優さんの味も出てるし、プリマドールの、形も出てる。まあ、本作やっぱ音楽とか演出めちゃくちゃ強かったんですけれどもね、18位とさせていただきました。ダーマエファンもちろん必見じゃないですか。はい。では、次17位です。17位。あ、それダーマエさんがアニメに関わってるわけじゃないからね。そう、歌に関わってるってことですね。はい。ちょっと、紛らしいこと言いました。すいません。はい。では、次17位です。17位。
ットイコールミーだったかな。この子めちゃくちゃ人気ですね。好きじゃないというか、最近あったメイドが怪しいオープニング再生数なんと約224万回という。ねえ、待って、これって絶対、なんか僕のめっちゃキモくなんだ。めっちゃ可愛いんですよ。これめっちゃいいです、これ。僕アイドル曲結構好きなんで、結構っていうか普通にめっちゃ好きなんで、作詞、指原莉乃さん。指原莉乃さんがすごい関わってるみたいですね、このグループは。っていうところで、これが再生数14万回。じゃあ224万回でよくない、普通に再生数。やばと思って。結構見たら、あの YouTube の動画ももう100万超えてるのめっちゃ多かったですね。っていうところで、これから来るんじゃない？って来てんのかな、今もね。ちょっと私、疎かっていうか、今回で最近あったメイドが怪しいで初めて知ったんですけど、映像も相まってね。なんで、このアニメにも合ってますし、歌もね、めっちゃ好きだね。これアイドル曲好きな方に絶対ハマんじゃないかなって感じの曲で。まあ、正直言うともっと上でもいいかなって思ったんですけど、17位という感じにさせていただきました。はい。では次16位です。16位。クリーピーナッツ打点というこの夜更かしの歌オープニングでございます。再生数約572万回。えぐいね。ちょっとこれ、順位厳しいかもしんない。これ、ダバースの順位はね。あの、映像めちゃくちゃオシャレで、素晴らしいオープニングというか、またね、なんかアニメ業界に革命ではないけれども、革命レベルになんかすごいね、あの、いい形を持ってきてくれてるなって思ってるんですけどね。あの、ヒリンゴの木の下共犯で、踏み越えてみた境界線。すぐにね、この、なんていうの、このリズム感もすごいですよね。俺としたことが俺ごときです。俺に、これいいね、これほんといいっすよね。はい。という、こうね、夜更かしの歌にも合ってるし、またね、あの、これ歌としてもめちゃくちゃいいなっていうところね、16位にさせていただきました。はい。では、続いて15位です。15位。レオナさん、シャルウィーダンスというとこね、シャルウィーダンス、テテレレレ、テテレ、テテレ、This is my life、な、待って、ちょっと、This is the life か。というところで、シャドウハウスセカンドシーズンオープニングということで、これ、歌詞がね、シャドウハン見てるとまたえぐんよね。ぜひね、ご覧になってからこう、歌詞見てみてまたおもろいかなって感じですけど、シャドウハウスめちゃくちゃ面白いんでね、マジでもっと本当入ってほしいなって感じなんですけど、3期マジで見たいなと思ってるんですけど、レオナさんさすがですね、再生数約297万回って、まあ、僕地味やってね、あの、1期のエンディングからないない、あっちの方好きかもなって正直あるんですけれども、まあでもこれも素晴らしいね、さすがシャドウハウスの世界観も捉えてるし、レオナさんのやっぱ、声質もものすごく合ってるなっていう感じがしてます。はい。では次14位です、14位。前島舞さん、ストーリーという、この異世界おじさんオープニング、異世界おじさんがね、もう、来期のアニメなんじゃないかって感じ、僕は正直してるのが難しいんですけど、これほんと困ったことしてくれるんですが、再生数約200万回ということで、えげつないね。てれん、てんてれんて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 んねね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 最高までてたんだてたねねね祈りをってね、このおじさんのダンスとね、というかね、もっとなんか流行ってたのかな、ちょっと僕ら知らないのか流行ってたかもしれないですけど、ダンスのね、映像も相まって非常にこれもリズム感良くてね、いい感じだなと思います。はい。では続いて13位です。13位。竹焼翔さん、未来のヒーローたちへという、これ、組長娘の世話係という、これね、これから、これから大人になる君に、どうか聞いてほしいんだ。不器用なりに生きてきた、こんな僕が大人になるまでの昔話。違うかもしれないけど、これね、歌ももちろん、この入りもめっちゃ好きなんですけど、最後ね、オープニング映像で、やえかちゃんとヒロインがいるんですけど、そのやえかちゃんがその霧島に向かって手をちょっと振るというか、やるんだけど、もうあれがもう死ぬほど好きなんだけど、これ見たらわかると思う、多分。いやー、組長娘、無駄だかなってけど、やっぱ良かったじゃないですか。やえかちゃん可愛かったっす。はい。再生数約23万回。もっと再生されてほしい感じするけどね。13位出させていただきました。これもめっちゃいい曲ですね。はい。で、やって12位です、12位。青足2クール目オープニング、スーパーフライさん、プレゼンスというか、再生数約54万回。
4万回というこうね、これはまあ映像もそうだし、リズム感もそうだし、この雰囲気がめちゃくちゃいいし、この映像がね、もう痺れる。オープニング映像めちゃくちゃいいですし、さすがのスーパーフライさんもね、すごいいいなと思いながら、このジャケットのアシトの表情もいいですね、これね。うん、っていうとこですけどね。想像打ち破るような僕を。ちょっと待って、なんか違う気がする。というとこで、はい。なんかうまく歌えませんでしたか。部屋干し2クール目、オープニングが12位とさせていただきました。これジャケシャって言うんだっけ。なんかさ、これ気になるんだけど、ジャケシャか、あ、ジャケシャだね。ディスクジャケット、ジャケット写真のこのアッシュの表情いいですね。はい、失礼しました。はい、では続いて11位です。11位、エンゲージキスオープニング、誰かでマジスクランブルでで、もうこの最高よ、この入りからね。はるかさん、誰かでスクランブルという、これ再生約68万回という、こうね、このテンションがぶち上がるこのオープニングからめっちゃ好きですね。いいですね。11位とさせていただきました。はい、ではね、ここからトップ10入っていきたいと思います。ではまず第10位です。第10位、ラブライブスーパースター2期オープニング、リエラの歌う We Will というとこね。さあ戦うんだ今、僕らの風巻き起こそう、駆け上ってくのさ、絶対負けない勝つんだ、テレテレテレレレ、もっと。いやさあ、今期のスーパースター2期はちょっと曲がやっぱ弱いんじゃないのとか言いつつ、オープニングも大事で、やっぱ一気のね、オープニング視聴とか思ったらもうベタもうめちゃハマってますね、これ。これはオープニングがめっちゃ好きです。再生約63万回というところでね、もっとこれ100万いかんとおかしい気がするけど、ね、やっぱ厳しいね、正直ね、こう考えるとね。でもこれすごい、まあ映像ももちろんですけれどもね、歌もすごい好きな曲だし、歌詞もいいですね、これね。うん、すごいこの気合の入ったというか、絶対勝つんだみたいな、この意思が伝わってくる。これもね、またいいなっていうのね、思います。はい。では次、第9位です。第9位。闇雲なのよパズル、あれどっちだどっちだ、こんなあり方は、ありなしてねねね。それかのオープニング、デネブとスピーカーでダイアログさん、もう我々アニオタならみんな好きだ。それは言い過ぎ、ダニンダイアログさん、再生約72万回、これもミリオン言っていいと思う、いずれ行くのかな。いや、これめっちゃいいっすね。超ハマります。なんか最初聞いた時なんかあれとか思ったんですけども、気づいたらもうめちゃくちゃ聞いてたね、これ。スルメ曲かもしんない、これも結構。デネブとスピーカー、これもね、やっぱダイアログさん本当なんか中毒性高い歌は毎回ねやってくださるんですけど、これも最高ですね。はい、まあアニメの出来はちょっとさておきというところですが、まあいつもこのジャケ写は非常にいいんじゃないかなというところですよね。最終回は非常に良かったと思います。はい、では次、第8位です。第8位、オープニング映像が叩かれてました、ダンスインザゲームという幼稚期オープニングというザックさんね、幼稚ではおなじみザックさんが歌ってかかってます。再生約163万回さすがというところですよね。これはもう圧倒的に歌がいい。歪んだ憂いが飛び交う中で、失い膝をつくどけ、あの蝶は自由になれたかな、情熱は孤独と燃えてて、このね、この圧倒的になんかめちゃくちゃ癖になるというか、その中毒性の高いこのリズム感、映像はまああれかもしれないけれども、歌がもうめちゃくちゃいいんで、これはもう8位とさせていただきましたね。この歌本当良くないよ。これめっちゃ好きです。はい、というところでございました。妖術のね、めちゃくちゃ盛り上がって、後半最終回はね、まだ見てない状態に撮ってますがね、最終回も楽しみです。はい、では第7位です。第7位、ティングスの歌うワンダースターター社員ポストオープニングというこうね、再生約7万回というこうね、もう PV 見たらみんなもっと評価してほしい、もっと評価されるべきってみんな言ってる。再生数約7万回、70万回では間違いだろってね。これめちゃくちゃ、この、まあ、正直僕、ラブライブめっちゃ好きなんですけど、これ社員ポストの方が強いぜ、曲普通に今期明らかに。もうスタジオ解散って言ってね、もう制作会社もう作画もやばくて、ストーリーも面白いで、もう最強のアイドルアニメなんですけど、歌もいいよね、これ。走って手渡して繋がってガンフォーラー、届いて明日へ、はい、思っ
評価されていいぞまあどんどん話題になってはきてはいるんだけど、もっと話題になってほしいっていう感じです、正直。まあでも歌もね、オープニングめちゃくちゃ良くて、でまた映像もねすごいいいんですよね。もうこれ最高だわ。はい、7位とさせていただきました。では次第6位です。第6位、今季地味に一番ハマってる説、それでもあうまい寄せてくるオープニング、駆け引きはポーカーフェイスという、ザーさん、花澤香菜さん歌ってくださってます。再生数約39万回で、さあ踏み出そう一歩前、君のことを感じさせて、駆け引きはポーカーフェイス、気づかれたくはないから、てってってポーカーフェイス。あのアイムとウルシのダンスまたいいよねオープニング映像もね、あのリンちゃんとこうバーンってぶつかってるところが、もう映像も好きなんですけれども、歌がねこれ本当になんかもう、何なんだこれ、中学生なんか、いや僕だけなんかわかんないけど、僕めっちゃハマってますね、これすごい好き。はい、6位とさせていただきました。では続いて、ここからトップ5入っていきたいと思います。ではまず第5位です。第5位、オーバーロード4期オープニング、オクトさんの歌うホローハンガーという声ね、ダラッタッタダラ、冷めない海よ、テン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 って心のリズム最強じゃない、まず、まずこのイントロからも圧倒的よねこれ、ということで、オーバーロードがもうぶっちぎりみたいな曲すでに結構聴いてるんですけど、これめっちゃいいわこのオープニングね。オバロのなんかこのなんか圧倒圧倒的感がもうひしひしと伝わってくる、もうめちゃめちゃかっこいいね。これあのオクトっていうのが、あの大石正義さんとトモアックさんの日本デジタルユニットっていう、こうね、あ、大石さん歌ってんだと思ってねっていう感じで、よりなんか好きになったところですけれどもね。さすがのオバロ、毎回オープニングめっちゃいいんですけどもね、またまたこれもね非常にいいなというところね、第5位と。再生数約522万回とかで、えげつない、さすがオーバーロードというところですかね。5位となってます。では次第4位です。第4位、てん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 、またなんかミスったミスったあのさ、イントロがめっちゃいいよねって言おうと思ったてれれれって言ってた、あのもうさ、始まるぜみたいな、このなんていうの、ほら勢い感、浅香さんの歌う夏夢ノイジーサマータイムレンダー2組目オープニングという子はね、再生数約36万回で、おかしい、これ360万回で間違いだと思うんですけどね。もう日暮っぽさと下毛っぽさと、もうこういうの合わせ持ったね、まあ、その志倉千代丸さんという、まあ、そういう代にも関わられてる方が作詞作曲もやられてるんですが、めちゃくちゃいいねこれ。もうこう2くるみになってサマレンはこうなるんだっていうのがもう見事にこう出てて、オープニングの映像も ありえないほどのクオリティの高さというところで、サマータイムレンダーマジでおすすめですというところで、歌もめちゃくちゃいいというかっけ、エンディングまでいいんですけどね、オープニングも良くてね、ワンクール目からもう最高です。ありがとうございます、あすかさんもありがとうございます。はい、ではここからトップ3入っていきたいと思います。ではまず第3位です。第3位、彼女になってあげる、それがセリフだとしたら、好きにいますぜ、好きにさせますって宣言、心の中だけ内緒。チコイズハニーワークスさんの歌はね、秘密恋心という彼女からにきオープニング、再生数約168万回、さすがチコイズハニーワークスさんというところですがね。いや、これ今期ね、一番最初に、あ、めちゃくちゃええわって言って、一番リピートしたのはこれですというところで、まあ映像もちろん好きなんですけど、歌がやっぱね、そもそもめっちゃいいですね。なんか僕、チコイズハニーワークスさんいつもなんかね、もちろんハマってるんですけれども、なんか、こういうランキングなんか上位したことないような気がするんですけども、もうめっちゃハマってますよ。まあ、カノカレが好きってもちろんあるんですけども、いいですね。これはめちゃくちゃいいわ。で、またあの MV、そのミュージックビデオによっても解釈が変わってきて面白いみたいな話も聞きましたけれどもね、まあそれも面白いのかなっていうところでね。第3位とさせていきました。このジャケ写のね、4人もまたいいですね。はい、それぞれのなんかね、特徴を抑えてる感じもします。はい、では続いて第2位です。第2位、リコリスリコイルオープニング、クラリスさん歌うアライブということでね、願った存在の証明を声を震わせ続けて、振りかざしてきたから
後悔はいらない出会った理念がなって受け止めて進んでいく示された答え選ぶより新しい夢を目指すからずっと眩しい道を歩いてゆくてテレテレ最強やなあ、最強です。もうリズム感、中毒性、もうね、何映像もう全部最高。この映像のこの走っていくとことかもそうなんだけれども、結構これいろんな衣装が出てくるんですよね。監督さんだったからもう話してたんですけれども、これオープニングでいろんな衣装を見せることによって、本編ではそんなになくても、それをオープニングであることによってはいろんな格好をつたたちがしてるなって見えるようにしてるとか、まあ、なんかそのオープニングにも映像の中にもいろいろね、すでにこのリコリスリコイにこう味を取り込みになってたというところなんですが、いや、このね、オープニング聞いたとき、もう、やばかったね。もう、やばいの来たと思って。まあ、クラリスさんともともと思ったんですけど、まあね、よりね、ハマったと。まあ、エンディングもこの作品はね、もうめちゃくちゃやばいわけですかね。果たしてエンディングは何になるのかって、お楽しみいただけたというところですかね。いや、クラリスさんが歌う時点でね、楽しみだったんですけど、もう最高ですね。これはね、映像もめちゃくちゃいいと。ね、っていうところでございました。はい。あと、あれか、オープニングのキックね。スタンドバイミーのオマージュですか。あれも最高ですね。演奏めちゃくちゃいいわ。歌もめちゃくちゃいいしね。はい。というふうに続きました。そして、いよいよ第1位、発表していきたいと思います。これが1位だと。ものすごいオープニングだと、思ったのが、これになります。第1位。メイドインアビスオープニング、アビス2期オープニング、アズナリコさんの歌う形というかね、再生数約258万回、こっちも再生数えぐいんですが、アビス2期オープニングが1位というとね、いやこれがね、やっぱ一番すごかった。もう理由としては、もうどんどん繋がっていくんです。まあ、アビスの面白さもあるんだけど、このアビスのオープニングってもう一瞬でわかるこの完璧な神話性と映像の完璧さ。で、話が進むごとに分かっていくそのオープニング映像の意味、もう毎回泣いてますというところで。もうすごいね。これも終盤全部泣いてるんですけど、これ。痛みと痛みと理解よ。けてみるんだ。だけのかけら。ねえ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 、僕は辿っていく形になる目覚めの先で行こう、ずっと響かせよ、なん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 。これはね、もうなんか歌の良さはもちろんなんですけれども、まあ全部いいね。もうこのなんか、このアビスっていうこのなんかすごいんだよ、このオープニング。でも映像と相まってアビスと見たとき絶対1位だなって、うん、思いました。いやーもう、とんでもないクオリティで放送してくださってるわけですかね。まあ、アビス毎回オープニング好きなんですけど、この2期はまたやっぱすごいね。まあ、映像ももちろんそうなんですけど、歌もそうだし、まあ、歌詞もまたそうですけども、素晴らしいです。これが、1位だなと思いました。まあ、これ毎回後半全部泣いてたら1位じゃねえかって感じなんですけども、この完璧な作品に合ったオープニングだったんじゃないかなと思いますし、歌としてももちろんものすごかったんじゃないかなと思いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。アライブ1位だと思いました。まあね、迷った時もあったんですけど、やっぱ中盤のアビスもやっぱすごかったんで、話の面白さもね、まあ関係はしてるかもしれないけど、正直。でも、そこの、やっぱ作品との親和性がすごかったですね、この作品は。でも歌のもちろん、もともとすげえめちゃくちゃいいオープニングだなと思ってたんですけど、そう、もともと映像めっちゃ良くて、歌もいいんだと思ったんですけど、さらにこれが、作品が進むにつれて、この理解度が深まるにつれて上がっていくっていうのがもうね、一番、僕は今回響いたなっていう感じのポイントでございました。はい、というとね、ぜひまあそこに対するご意見とか、皆さんの、ね、冒頭も言いましたけどね、これ好きだなっていうのがあったらね、コメントいただけますと大変嬉しいです。もんね、本当これランキング入れられなかったな、でもたくさんねいい曲はありましたんで、本当にですね。まあ、今回まあ、ランク入ったでない曲も入った曲も特に入った曲で、この先見たことないとか聞いたことない曲だなって、ぜひねこれを機に聴いていただいて、その作品に興味を持っていただくきっかけになれば、よりその作品が好きになるきっかけになればなと
というところでございますという後ね、大変長い動画になりました。以上としたいと思います。本日ね、コメント見てくれた皆さんご視聴いただきありがとうございました。またね、明日か明後日にはエンディング編の動画もあげますね。ぜひそちらもチェックいただけますと大変嬉しいです。という後で、ご視聴最後までありがとうございました。